ああ、24ぐらいで多分終わると思う。あ、そうなんですか。で、他を写しても大丈夫ですか。ただどういった経緯で、こちらに。たまたま、ちょっともう私と息子とこのリンク店も20年やってたんですけど、主人がもうサラリーマン辞めて、今度2人でもう定年して、でも2人でなんかどっかのんびりしたところでお店できないかなとか思ってちょっと探してて、たまたまここ見つけたんですけど。じゃあもともとはもう大阪に住まわれて。はい、これがもう自宅なんです。1階が店で、で3月に、あ、3月、そうですね、ここ引き上げて向こうの4月に準備して、で5月ここの荷物向こうに移して、6月ぐらいから向こうやろうかなとか思ってて向こうでも出されるものってほとんど一緒なんですか。ね、そうです、ランチとピザ、金土日がその隣の土地でピザをやって、ほんでランチはあのリンクー店が月か休みなんで、カレーがだから月火はここのランチ、唐揚げランチとかそういうのやって、イカ焼きはちょっとまだどこでやるかわからない、どっかでやりたいな思ってるんですけど。わかりました。じゃあちょっとお邪魔させていただきます。はい、そのまま靴履いてていいよ。そう、靴履いてていいよ。靴履いてていいよ。で、今日は一応シンプルなのはこの思い出イカ焼きなんですね。あのイカと卵と山芋はもう全部入ってるんです。あとこれにまあネギと紅生姜とか青さと干しエビ、コーンで、チーズの好きな方はよくこちらのチーズイカ焼きをおすすめしてるんです。あー、迷いますね。まあ一番シンプルなのが一番そのものイカ焼きそのもの。あ、こっちですね。はい。これが1、これが1。思い出が1の、和風が1の。唐揚げを。唐揚げを。はい。単品いけるよ。単品1個100円。なんか飲み物ありますかね。飲み物はね、ジュースかなんか。あ、ジュース。ジュースはね、レモンソーダ、メロンソーダとか、コーラとか。じゃあコーラで。コーラで。あ、お願いします。コーラ3つ。コーラ3つ、はい。ポテト1つ、はい。ポテト1つですね、はい、はい、わかりました。これあのイカ焼きを焼いてるところで撮ってことでいいです。イカ焼きちょっとありがたいな。阪神百貨店もこれじゃ、これタイプじゃないですからね。これ和風ね、さっきのが思い出です。じゃあ機械もプレス機もかなり、あれ昔の機械はもう20年前ですね。もう25年ぐらいになるんじゃないかな。大阪から持ってきたみたいな。そうです。昔は嫁さんこれ1台で奈良のお店でやった。あ、そうなんですか。そう、いやでもそれから大阪に移って、うん、イカ焼きと唐揚げとカレーでずっと。うちのルーツはイカ焼きこれ1台で、そうなんですね。うん、1台でね、法隆寺のとこで初めて。いやでもまあ3月のね、あの末にね、大阪に早く来てほしかったね。まあでも岡山に来てくれてすごい嬉しいなというか、あ、これも多分本当にきっかけなんかなっていう。でも仕事でね、ちょくちょくあの釜本さんとかは行ってたんですけど、中でね、あのそのね、焼き物とかそういうの扱ってたりしてたから、はい、たんで、ね、うん、一回ひっくり返すね。よいしょお店は、まあ、大体こちらどれぐらいの期間ぐらい。もうそんなやってないんですよ、長いことは全然。
本当にもうちょろっとというか、まあ、気晴らしというのは8月からですか。でこちらに引っ越し7月に来て8月、うん、でもやっぱり、うん、大阪にちょっと帰ろうということがあって、向こうもちょっとちょっとピザのピザ生地とかもちょっとここですごい練習して生地作ったんでね、まあ、ここでちょっとまあ試作的な感じでちょっとゆっくり、そうそうそう、生地をね、あピザの、うん、週末だけピザのお店しようかな。じゃあ向こうに戻ってきてまた改めて挑戦してみようみたいな、うん、そう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 、あの息子の作ってるカレーがあるからね、そのカレーのルーでね、あのピザ生地、あのカレー、はい、カレーピザ、それをやってみたいなと思って、うん、ちょっと待ってね、はい、はい、食べてね、はい、あとこっち座り、お、いいじゃん、うん、おいしい、見える子も座って、食べたら座ろうかな、早くパパ、すいません、いただきます、はい、どうぞ、はい、食べて、お好きなところどうぞ、うん、おいしい、うん、食べて、これでいいなの、はい、わかります、あ、そのフェイスブックで思い出キッチンで調べたら、まあ、その今後の動きとかが、はい、出てくると思います、あ、はい、ありがとうございます、はい、まあ、多分最終的にインスタもするかと思いますけど、その時の流れを、はい、大阪行った時にもしあれだったら横みたいな、そうですね、また大阪の湾岸線とか通ったことあります、あ、はい、わかります、はい、泉佐野の北と南にありますよ、ね、はいはい、南の方で降りて最初の信号左、山の方に行って降りたらもうちょっとまあすぐっていうか、もうそう、降りたらすぐあの信号ありますよ、ね、そこを左曲がって、3つ目の信号、あ、でも、2つ目の信号、あ、分かりました、じゃあちょっとセブンイレブン過ぎたあたり右手にあのこの、あ、ポツンとあるあのログハウスあります、あ、分かりました、はい、すいませんでした、はい、あのマーチの後ろ、はい、ギリギリで降りてください、失礼します。あ、お弁当。はい、ありがとうございます。